皆さんこんにちは。今回はソロカオスのボスですね、片っ端からぶっ飛ばしていこう。あ、うわ、やべ、足ぶつけた、いって。片っ端からぶっ飛ばしていこうかということで、今日カオス、やべ、足いって、今ぶつけた。カオスハスラーをまず手始めにちょっと、まあ、倒していこうかと思うんですけど、まあなんかちょっと無料オーダーでなんかいいの出たらそれ使おうかと思ってちょっと引いちゃいましたけど、今回はそうですね、カオスアスラのスキル編成からちょっと、まあ、見せていこうかな。まあ、今回限りね、カオス討滅戦全部ね、片っ端からやっていくとき、毎回スキル編成からやっていくと、ちょっとね、見てる人はあれ、どうなんだろう。まあ別にいいか。スキル編成終わってから動画撮ってもいいのかなって思うんですけど、まあ、結局、まあ動画の最後に編成とか説明したりとか、まああると思うんで、どうなんだ、23層覚醒火力で、あ、これどう、何これ。まあ、ダミズなんで、まあ、それで、編成していく感じかな。あ、そうだ、あと、ちょっと言っておきたいのが、このカオス討滅戦、あ、ちょっと待って、人の名前映っちゃう。カオス討滅戦のね、このね、全解放、来てる時って、あれなんですよ、次のレベルのソロカオスが来る前触れだったりするんで、今出てるのが最大235か、だからおそらくですけど、この全開放が終わったら255が出るんじゃないかって思いますけど、どうなのか知りません。なんで175からかっていうと、まあ175からソロっていうのもあるけど、属性耐性がね、まあ、155は武器耐性だけついてるんですよ。例えばこの冥黒釈者カオス魔人だったら、まあ、ザン以外が武器耐性ついてて、まあ、自然耐性は確かついてなかった気がするんですけど、175からね、弱点ピンポイントで使わないときついってことで、まあ、175から、まあ、やっていこうかと思うんですが、まあ、先にちょっと、ボスの特徴を、確認していきますか。激毒と呪い麻痺にしてくると、だから、まあ、激毒麻痺呪いが必要なのと、非ダメージ耐性というのがありまして、これはね、覚醒率上げたり刻印とか打たないとダメージが出ねえみたいな感じ、プレイヤーから受けるダメージを常に軽減するって上から2行目に書いてあるんですけど、それですね。で、まあ、アイテム使用封印とか通常攻撃弱化とかあるんですけど、あとは、打属性でブレイクできるみたいな感じなんですけど、一気に、なんていうの、ワンパンしてる人もいるんで、まあ、一気に刈り取りに、まあ、行こうかなっていうところなんですけど、これがちょっとモッド素材がタゲ外になってるので、このモッド素材を外そうと思うんですけど、ワンパンでいけるのかなってな、もう抜いちゃうか、これ、もういっそ抜いちゃおう、これも抜いちゃって、でひたすら覚醒を詰めて、これは、まあ、水がいいんで、ワンパンするんだったらおそらく水のパワラがこれしかないんだけど、これ入れて、で、アリスの覚醒がないんですよ、ソードスキルで。アリスと入れまして、あ、これそうそう、これしかないんで、アリスもう一枚ね、欲しいところなんですけど、あ、これちょっと固定値足りないな。アリス、1枚、あ、でも、じゃあ、普通、まあいいや、他のパワラ覚醒にしちゃうか。これだとフレームコンバージョンで水溜めが低下してしまうので、でも前半効果で一気に刈り取るのであれば、パワーライズ、なんか HP 依存斧で使うんだったら、その噴光とか、覚醒で回復するやつとかを入れた方がいいんですけど、特に何も関係ないのであれ、これ
で、まあ、シノンあたりを入れていきますかね。でシノン覚醒って言ったら噴光、でも噴光よりは飛線か、飛線だな。だって前半効果は自分の HP が関係ないからですね。スイッチ枠は別に何でもいいか、強いて言えば飛線か、飛線がいいのかな。飛線他に、まあでもか、クリティカルは確かクリティカル耐性いくつだっけ、なんか 500% ぐらいだっけ。でさらにクリティカル耐性バフが 200% くらいだった気がするので、で指輪はこれ固定値でいいか。このスキル編成、まずそのキャラ条件満たすとかも考えるっていう話をしたんですけど、まあ、先にこういうさ強いやつ、まずここで強いから入れようみたいなやつあるじゃないですか。でまずこのスキルどうしても火力出るから使いたいみたいなやつをまず入れていくんですよ。でその後にキャラ条件とかを考慮して少しずつ修正していくみたいなのが俺のやり方ですね。で必戦、さっきリラックスタイムアリスが入ってるんでアリス入れようとしてたんですが、ちょっと必戦もう必要なくなったんで、必戦なんでもいいから入れればいいっていう感じになりますかね。あ、これ非戦なんだ。ただこれね、一応入れてあるけどもう打ちません。打つとね HP 最大 HP 上昇バフが発動してしまって、これのねデメリットが起動するんですよ。最大 HP 上昇のバフ効果中3秒ごとに HP が 99% 減少してしまうんで、で火力の方はですね状態上耐性とか特に入れずにやっていこうかと思います。で虹のインゴットがついてるんで、まあこれこのままでいいかな。まあ適当、もちろん適当じゃワンパンできないと思うんですが、でどうしようかな。裏セットは探検で執行者入ればワンパンができると思うんですが、探検執行者の、いや執行者それとも盾のデバフ、いや執行者出るまでスイッチ打ってもいいな。それから水々だって打って、これが水なのか、水々だと打って、それ水々をこちら、これコネクトに水1枚を入れて、で最後のだを縦スキルのリーファー入れてっていうのもできなくはない。あ、そう、縦装備してないな。縦これでいいや。縦でリーファーっていうのもいいんですけど、で打刻入れてね。でまあでもどうしよう、これスイッチはこれが刻印デバフが入るんですよ。でこれモーションが早いんで、モーション早いやつを入れた方が小春の突スインが入るので、だから小春には突スインをスイッチ枠に入れていきますかね。だからこれを入れます。小春は盾も装備しているので、ただ小春が装備するスキルは自分が装備できないので、ただなるべくバフをかけていきたいので、こちらが自身とパーティーの打属性の弱点ダメが上がるっていう、まあ、バフ効果がついてるんで一応入れていこうかなって感じで、まあ、入れますかね。あとなるべく火力系のスキルを入れていきたいとこ、あでも火力系っていうか火力上がるやつ、このルールがね、配布なんですけど打撃弱化さんデバフがまあ、入るということで、あれこれちょっと録画されてる？俺一生懸命喋ってんだけど、もしこれで録画されてなかったら笑うんだけどこれで、防御低下デバフも入れていきますか。防御力がね高いんですよソロカオスって。あとはそんなにまあいいか。攻撃力上昇も、まあ、前半効果なのでいらないとなると、まあこれくらいでいいでしょう。まあ小春はまあ装備、防具は別にいいか。で、
他にはあとはあれですね、スイッチ貯めてで探検刻印をスイッチで打ちの、突水を、小春に、あ、というか待って、小春に入れたちょっとこの突水印ですね、ちょっとねモーションを確認します。攻撃モーションがあまりにも早いと先に小春の突水印が乗ってしまうんですよ。でその後に自分が攻撃してしまうとその突水印が消えてしまうので、それを考慮してちょっとユナ突水印の攻撃モーションをちょっと確認します。これね本当大事。小春は刻印を消さないんですよ。でもだから別にいいんですけど、自分は消してしまうんで、あ、早いな。ちょっとあまりにも早い、ちょっと待って、衝動早いな。早いんで、やっぱりさっきの探検がいいな。とりあえず探検を装備します。ちょっと待って、イヤホンちょっと今、手触れちゃったけど、ちょっと変、まあ、音が変だったらすいません。これが、やっぱモーションクソ早いんで、で、これ、あ、そう、待って、これさ、筋力増強でしょ。そしたら、もしかしてあれか、スタックブースト入れた方がいいか、こっち。スタブ?スタックブースト。スタックブースト入れましょうと。これ、入れとくか。スタックブースト入れていいんじゃない?こっちで、水パイルとか、ほんと、ああ、水パイルとか入れたいんですけど、あ、水パイル入るじゃん。え、待って、これさ、探検で水パイルあるじゃん。探検で、水パイルを、いや、どれだ?水パイル。パイパイパイ、水パイ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 ル。これを入れます。わ、完璧やん。これで、あとは他の探検コネクトが、あんまり、ちょっとね、限界突破のね、石がね、足りないんですけどね。視聴員か。なんかバフ入れていくか。攻撃強化。あ、これも水なんだ。なんかスイッチ、あ、違う、スイッチ順だよ、スイッチ順。あ、スイッチ順になってるね。これちょっとモーション長いけど、スイッチ88もたまるんだ。88もたまるなら、ちょっと。あ、これ?あ、51たまるんだ。見返ししながら51たまるのは大きいな。見返し、あ、じゃあ見返しで。三河氏の方をちょっと、これと、攻撃強化入れるか。あ、でもこれ待って、これ水バフじゃね?熱いな、15秒か。あちち熱いだな。あちち熱い燃えてるんだろうか。え、これ、まあいいや。うん。水バフはいいや。これで、スイッチためのですね、さっき見たんですけど、激毒と呪いと麻痺があるんで、麻痺じゃない、毒ダメージ低下じゃダメなんですよね。なんでかっていうと、表セットに切り替えるときに、毒が残ってしまうから、毒耐性がなるべくいいんでですけれども、ですけれども、毒耐性が、あれ?これか?50% 毒耐性30%ある、あ、30%ある。待って、これ貫突してないじゃん。まずいな、まずいぞこれは。毒耐性他にない、ま、ないな、困ったな。まあいいや。まあ毒耐性 90% ぐらいにしとくか。毒耐性指輪 20% とかないよね。あ、指輪全然やってねえや。みんなね、他にもね、ちょっとね、やることね、いっぱいあるからね。指輪手つけてない人はね、いっぱいいると思うんですけどね。上級者とかはね、
まあ、さすがにあのすげえやってると思います。このあたり、あ違う、毒成功率じゃんこれ。この指輪もさ、ちょっとさ探しにくいんですよね。もうなんかテキスト検索もできないし、その毒耐性とか効果別でなんか検索かけるっていうのもいい。呪いもあんのか。まあ、呪いは一旦まあいいとして、麻痺耐性いるよ。麻痺耐性はね、これ貫突してあって 70% なんで、これね持ってるんで。でなんでこれ耐性をこっちにだけ入れるかっていうとですね、こっちはなんていうんだろう、サブセットなんですよね。メインセットは火力出したいから、こういう余計じゃないんですけど、状態上耐性とかをまあ入れるんですけど、表セットはね、まあ、火力出したいんで、あれ麻痺耐性、麻痺耐性、麻痺、あ違う、麻痺で検索してないじゃん、麻痺、あじゃあまあひらがなでもさ検索引っかかるようにしてほしいよね。ちょ麻痺で1枠分は、まあ、回復シリカあたりを入れていきたいですね。回復がこれしか入らないのか。あとはなんだろう、なんかいいバフとかあるかな。バフもりもりにして一気に刈り取りたいんですけど、これでいくか。待って、これでいけるかな。これ最後モーションがそんな長くないから、最後これだけ打って一気にガーって、あこれスタックが上がる効果も地味についてる。スタックまあ 2% か、 2% って感じか。うーん、まあこれでいって、あなんか一旦止まった。これでいってみましょう。この一撃にかけると、でコハリングはね、アクセルね、マジでここでね、ホンダが、このホンダコハル2ですよ、このこいつ本名がね、このホンダコハル先生がね、あのいざっていう時にね、しっかりねやってくんないと、マジしっかりしてくださいよって感じなんで、スタックブーストこっちも入れていきますか。覚醒のスタブ、あ連結中なんだこれ。あそしたらもうないじゃんか、あのスタックブースト。俺そんな持ってないですよ、スタブ。これでいけるかな。これで即俺が死んだら笑うんですけど。これでまずちょっとイメージトレーニング。水、ダーを打つと。水、ダーでいいんだよね。ちょっと待って。水、ダーでいいんだよね。水、ダーだね。これで満たします。で、これでスイッチ貯めます。で、どんどんスイッチ貯めていきます。スイッチ貯めます。で、最後スイッチ貯まったらこれ打って、筋力増強とアクアパイル打って、最後ダー打って、最後ここでスイッチを打つ。で、ここで裏セットで覚醒して、で、フルバーストを打ち込むと。で、ここのスイッチのところでですね、小春に、突スインを入れてほしいので、ここでなんとか入れてほしいところではあるんですけど、ここでちゃんとオートターゲット、追従移動がオンになっているか確認します。もう一回イメトレ、まず水だですね。でこれで、コネクト打ちまくってスイッチを貯めると、で最後スイッチ貯まったら、ここもう一回この水ダーを打ってからスイッチ、あ水ダー先じゃなくていいか、もう先こっち打ってもいいか。スイッチ値いくつだ、300で満タンになるんですよ。スイッチはこいつが26と、あこれスイッチ値が分かんねえ。まあいいや、もうノリでいこう、ノリ溜まるまで粘って、もうノリでいこう、ノリコノリノリノリコでいきましょう。まあ最後に結局水ダーを打つんで、まあそれでいってみよう。これでワンパンできるかなワンパンできなかったとしてもフルバースト2発打てるんで、これでいけるかな。ちょっとねこれね左、ああ待ってこれ痛いやって、あ毒は食らってないな。よし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 、いけるこれね左足がね、おっと左足、あー待って、あーやばい、久しぶりすぎて、よしよしよし、イメトレ通りに、あやばい、吹っ飛ばされる、危ねえ、あーっとっとっと、危ねえ、
左回りに行っていく。これでこれちょっと後ろに下がって、これこうすればいいはず。これでスイッチがもうちょっとで溜まるので、ここでちょっと準備し始めます。水最後ダを打って、あ待って、パイルバフが時間大丈夫か。一応ちょっともう一回ちょっと、あーまあ間に合うとは思うけど、もうちょっとゆっくり準備してから行きます。本当はねタイム早く出したいなら、あれはもうちょっとね思い切って行ってよかったんですけど、ちょっと壊れたの、あれ、え待って、え乗ってない、えちょっと待って、乗ってない、え嘘だ、じゃあ小春が準備できてなかった。もう一回スイッチ溜め直すか。うわーちょっと時間かかりすぎてるな、やだな。あー待ってちょっと待って待ってくださいよお客さん。あーやってくるさ、俺マジさプレイング超下手だって思われるじゃん、こんなボスの周りぐるぐる回ってさ、こうやって超はい、これでスイッチを貯めていく。あ待って、よし来たよし今だよし、これアクアパイル打つ。あ待って、いやなんでこんな、小春の体勢を確認。よし来た、これ来い、いけフルバースト。あとちょっとワンパンできなかった。あー倒せた。あーくそ悔しい、もうちょっとでワンパンいけたのに。うわ悔しいなこれこれさ編成工夫できたらさ、あれなんかな、ワンパンいけんのかな。えできる、えこれもしかして水スタブ用、え水だ、これをさっきのリラックスタイムアリスにして、でアリスが足りないんだけど、覚醒のアリスで1枚ちょっと覚醒じゃなくなっちゃうんだけど、ここで、あちょっと一応スイッチ枠はこっちにしとか。あのねスイッチ枠にソードスキル使用不可のやつしか入ってないとね、スイッチゲージがね引き継がれない。まあ今回はワンパン狙うんで関係ないっちゃ関係ないんですけど、あのねスキル枠が1枠目何も入ってないと、なんかねスイッチゲージがねないまま引き継がれるんですよ。でここをアリスのスキルもう覚醒がないんで、もうこれ入れるしかない。ってなるとこれでアリス3枚条件で、これが、攻撃 20% 発動して水ダメ上昇が来てる。これで HP 半分以上で攻撃力上がってる視線で、また水が入る。これが突水、打刻突水入ってるんで、この効果発動する。 HP 半分以上で攻撃力が、あれ HP 半分以上強制5か、これあこれ強制4なんだ。あじゃあこれはかぶんないから、これでちょこの固定値はもいいのかな。まあいいや、こっちはもしかしてスタブ、いやでもスタブもう1枚入れたいけど、俺の、いや本当だったらあのパワーアライズ3のユイの、あれが欲しかったですよね、アクアコンバージョン5欲しいんですけど、まあ、ちょっとこれでいってみますか。ワンパン、いやワンパンはさすがに俺の力じゃ無理でしょう、無理っぽいんですけど、ちょっとこれで、スイッチ貯めに行きますか。あーなんでこれ最初あんまカオスヤスラだってカオスアスラやったことないんでわかんないですけど、あこれ回避発動した。おあーこれなん、あちょっとね下手、うわー俺下手だなマジで。これさ多分立ち回りとかあるんでしょうけど、なんかちょっとねうまくいかないですね。よしそろそろスイッチが溜まる。よし攻撃強化4入れます。
声許可4は多分時間的にはもう厳しいけど、これで打属性入れます。小春の体勢を確認する。いけ、よしよしよし、来た来た、来い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 、いけいけ、あーワンパンできねえ。ちょっと待って、俺の力じゃ無理だ。俺、でも1分になった。まあ1分なら周回圏内だけど、めっちゃ強い人、まあ、1分でやってたんですよね。まあただなんかこれさ、入りバフとかしたらさ、入りバフっていうのは先にボス部屋入るじゃないですか。で、ひたすらスタックバフをかけるんですよ。で、スタックバフをモリモリにして一旦出て、それから、もう一回入って、カオスアスラーにもう一回スタックバフスキル当てて、そのバフを維持して一気に倒すってやつですけど、それやるとね、ちょっとね、素でワンパンしてることになんないんで、まあ、今回はね、まあカオスアスラーこういう感じなんですけど、ちょっとねこれフルバースト使ったんで、ちょっとこのフルバースト持ってない人にはちょっと、まあ、参考にならなかったかもしんないんですけど、まあ、片手コンのダミズのフルバーストとかも出てるんですよね、これ。これだったらですね、こういう、メイドのユナとかですよ。これで、まあ、さっきと同じようなね、なんだっけ、ロリポップリーファーみたいなデバフ上、刻印系の敵に対して攻撃力が上がるとかあるんですけど、これね、ユナ突印とかね、刻印でもいいんですけど、入れて、これでね、大幅にね、削ったりできるんで。っていう感じでやると、まあ、強いんですけど、もしフルバーストがなかったらですね、まあ、ダミズの、まあ、モッドスキルとかで、本当に強い人はね、水属性以外のね、打属性、あ、違う、オノモッドか、オノモッドでね、火力出してね、頑張って倒してる人もいましたね。基本的には、俺はね、このね、ダミズの、まあ、オノモット2枚あるんで、これで、まあ、やる感じではあったんです。フルバースト来るまではね。まあ、でもこれ倒せたんで、まあ、今回は良しとしましょう。今回はね、このカオス討滅戦全開放のね、手始めにまずね、カオスアスラー、倒してみました。次はカオスダロスになるかな、次回は。カオスダロス、これマジでこう、これでずーっと停滞するかもしんない、俺の動画。倒せない、倒せないっつってずーっと、倒せない、倒せない言ってるだけの動画になるかもしんない。これはきついなぁ。カオスダロス、どうしような、これ、今日は、カオスダロスもどうかと。あ、まあいいや、なんかテルチャ来てるんで、今日はね、この辺りで動画終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。